はい、こんにちは、とくりです。今日はですね、スノーマンの初サブスク解禁曲、1が、ビルボード総合2位に入ったということで、ちょっといろいろデータを分析してみましたんで、まあ、分析当然なんですけど、ご紹介したいと思います。スノーマンのサブスク解禁は、ちょっと個人的に非常に注目しててですね、まあ、Yahoo! にもそういう記事を書いたことあるんですけど、まあ、ファンの方からすると、あんまりにサブスク解禁しなくてもみたいなコメントもいただいたんですけど、やっぱりね、多分スノーマンも海外展開、グローバル展開は多分狙ってるというか、まあ、メンバーを目指したいと思ってると思うんで、やっぱそこを考えるとサブスク必須だと思うんですよね。で、特にやっぱり今、ビルボード、まあ、いわゆるこう、音楽におけるチャートが、まあ、従来は CD の販売数をメインのチャートとして見てる人が多かったですけど、やっぱり今はビルボードの総合チャートが、まあ、メインのランキングだと思っていて、ここはやっぱりサブスク解禁しないとね、勝てない構造になってるんですよね。CD の販売数だけだとなかなか上に上がりにくいって。で、サブスク解禁してない SnowMan の場合は、例えば1の前にリリースされたエンパイアとかは結構いい曲で、これあれグローバルワンチャン、可能性ある曲だと僕は思ってるんですけど、YouTube の動画公開しかしてないで、まあアルバム収録曲ですからね、これ CD、シングル CD 販売もなかったんで、結局いい曲なのにビルボードの総合チャートだと多分47位ぐらい止まりになっちゃったっていう、まあこれ YouTube のポイントしかないからしょうがないんですけど、なんかちょっともったいないなと思ったんですよね。で、今回1はサブスク解禁されたので、ダウンロード販売もあり、サブスクの Spotify とかでの配信もあるので、今回は2位に入りましたね。まあ、ちょっと惜しかったですね。音の毛がね、ちょっと今、クリーピーナッツの音の毛がすごいんですよね。ちょっとブリングバンバンボーン続いて、ダンダダンの主題歌が。結構海外でもヒットしていて、これ3週目なのかな ?3 週目で1位に上がってきちゃったタイミングにリリースが被っちゃったんで、惜しくも2位だったんですけど、まあ、ずっと首位を取っていたライラックをかわして2位に入ってるので、かなりね、ポイント数としては良かったと思いますね。やっぱりSnowman、まあ、結構またダウンロード数が思ったより少ないとかネガティブに書いてるメディアもありましたけど、やっぱりこうやって単発の曲のサブスク解禁でもしっかり2位に入ってくるあたりがやっぱファンの多さを表してると思いますね。これサブスクのランク自体は50位でした。当然、まだ SnowMan のファンの方々サブスク契約してない人の方が多いと思うんで、そんなに高くないんですけど、YouTube の動画の再生数が5位、ダウンロードがダントツ1位で合計ポイントでライラックをかわした感じですね。今回ちょっと惜しかったなと思うのは、本当は多分このサブスクの再生数を増やすための施策として、リスニングパーティーをステーションヘッドで企画されてたんですけど、なんか MV が炎上しちゃってたんですね。僕もあんまり細かく見てないんですけど、なんか、刀の文字が、なんか中国の方からすると許せない人の刀を使って動画を作ってしまっていたらしく、まあその余波もあり、リスニングパーティーを中止するという流れがあったんで、これがちゃんと開催できていたら、多分このサブスク側の順位が上がってもっとポイントが入ってたんじゃないかなと思うので、ちょっと残念なんですけど、まあ、1回目ですからね、単発で、これはまあアニメの主題歌だから解禁したっていうことだと思うんですけど、音の毛が総合ポイント7249、スノーマンの1が6753、ライラックの、ミセスのライラックが6650で、まあ、100ポイント差で2位にかわして入ったですね。で、音の系との差が500ポイントぐらいなんで、まあ、ここには多分もう1要素ぐらい必要だったのかなって。音の系は結構ラジオのポイントとかも入ってたみたいですけどね。ラジオが、音の系は10位に入ってるのかな。1はまだラジオの、リリース直後だったんで、ポイントが入ってないんですよね。この辺が惜しかったなっていう感じではありますけど、面白いなと思ったのは、各楽曲のこのポイントの構成比を、ビルボードジャパンのインサイトチャートで見ることができるんですよね。で、音の木は当然ストリーミング数が多くて、ダウンロードが次いで、ラジオみたいな感じなんですけど、1はダウンロードがとにかくめちゃめちゃ多くて、ストリーミングが3の
1、4分の1ぐらいですかね。MV の再生数があると。で、ライラックはもうとにかくストリーミング数がめちゃめちゃ多いって。まあ、これすいません。僕1週間のポイントかと思ったら、今音の計算によると、これは累計ポイントらしくて、ライラックなんかはもうリリースから半年経ってるから、それはストリーミングがめちゃめちゃ多くなるよねって話なんで、ちょっとあんまり参考にならないですけど、初週は当然累計とはいえ、1週分なんで、この構造を覚えておくと、多分他のアーティストとの比較はしやすいのかなと思ったりします。まあ、いずれにしても、やっぱり今回、スノーマンからすると、ワンはあくまでアニメのタイアップソングだったので、初の、サブスク解禁を知っただけで、まあ、実際のこのレイの収録曲自体はほとんど解禁はせず、まあ、ほとんどというか、多分この1曲以外は解禁せず、今回は多分従来通りの CD 販売メインで行くんだと思うんですけど、まあ、個人的にはね、やっぱりスノーマンが本気でサブスク解禁してくれると、日本の音楽市場の中心も多分サブスクにシフトすると思いますし、ね、日本のユーザーのサブスク再生数が増えると、グローバルのチャートでの日本のアーティストのランクも上がりやすくなると思うんで、個人的にはね、ちょっとこの、まあ、スタートエンターテインメントアーティストのサブスクシフトがいつになるのか。まあ、前回紹介した時にも、やっぱファンの方からすると、やっぱり海外のプラットフォームに乗り降りは、福田社長が自前のものをやるっていう宣言をされていたので、まあ、そういうのからやる方がいいんじゃないかってコメントもあったので、まあ、確かにね、それを待つのもありかなと思ったりするんですけど、まあ、いずれにしても注目したいと思っています。はい、こちらのチャンネルでは日本のエンタメの明るい未来を密かに応援したいなと思っていますので、他にもこんな話してますよって方がおられましたら、ぜひコメントや DM で教えていただけると幸いです。今日もありがとうございます。